はい、皆さん今日はおはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日もアバンシカリフォルニア州は3日からお送りいたします。どうぞお付き合いくださいませ。コーチアレックスでございます。皆さん今日どうして早くしたかというと、やっぱりね、今日は休みなので、まあいろいろ5つのね話題を皆さんに提供させていただきますけれども、まあ大谷さんが今現在ではまあドジャース球場に戻っておりまして、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズの第6戦をやりますね。そう皆さんも知ってるし、マナヤがねこうグーッとこう投げてなかなか難しい。まあそれからいくとね、昨日のジャック・フラーティもねすごいも良かったんだけど、あっという間にやられましたね。まあ皆さんからのメッセージも今日いただいておりますけど、やっぱりねコーチロバートはねやっぱり自分なりにいろいろ考えてやってるんだから、たまにおかしいな、これおかしいなと思うこともたくさんあるんですけれども、だからその辺でねどう戻ってくるのかっていうのはね、やっぱりね明日が楽しみでございます。まあマネを攻略するをですね始まる前にいろいろ考えてやるべきだと思うんですよね。でも多分ですけども、なんか彼がね取られ始めたら、もうこの監督はすぐ帰ると思うんですよね。もう後がないから。でもドバート監督は後があるから、まあちょっと早めに投げてしまってるのがあるんですよね。やっぱり良くないね、それ早く試合を投げてしまうというのはね。どうせ負けるなら負けても、でも正しい問題は後が残りがねピッチャーがいないということがちょっとネックだね。やっぱりね2人すごいいいピッチャーがね3人かな、まあやっぱり怪我してしまったんで、もう今いるグループでやるしかないということでございますので、まあ今日も参りましょうか。それでね、ロバートさん、ロバート監督も昨日ね大谷さんがミスしたんですよね。三塁にいたんですけども、で皆さんも見てたと思うんですけど、三塁にいる時には前に来る、三塁が前に来て、ショートが前に来る、セカンドが前に来る、ファーストが前に来る、まあその前に来て守ることがあるんですよね。そうするとホームに備えるんですよね。ところが後ろにいる場合はもう1点あげてもいいというその流れでやるんで、そういう流れだったのよ。だからねもうバットでちょっと当たったもう走ってで、ね、ホームに行かなきゃいけないんですけど、大谷さんはそれをしなかったんで、まあロブ監督が後でねそういう情報を言ってましたね。まあホームにアウトになってても、それあれを走ってほしかったということみたいで、ゲームはほら長いからまだね、とりあえずまあそれで変わったかどうかっていうのは何とも言えないんですけど、まあそういう話題が出ております。まああとヤンキースが15年ぶりにワールドシリーズ進むね、大手をかけましたというのも情報あります。であとですね、まあ持ち越しですよね。21日、まあ日本の方は21日、うちの方は20日にワールドシリーズ進むかどうか決定戦ですね、持ち越しですよということをおっしゃっておりますね。で日本では大谷や山本などの国民的な活躍する人たちを毎日テレビで見てらっしゃるという、そういうね MLB の、話題ですね。 MLB が記事書いた、日本の方よりもその書いた記事が結構面白いなと思って、それも取り上げております。それからドジャースがブルワーズですね、この方アダマス、ブルワーズのアダマスをね、まあ、前からねショートストップがないからいないから取りたいって彼の名前が上がってましたね。でそれでもしかするとまあプレーオフ終わった後に、獲得するのかどうかというのを話題になっております。それでは今日も行きましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of America Hollywood California Universal Studio Mr. Shohei Ohtani from Japan 花巻東高校 High School 岩手プリフフェクチャー、県県県県、岩手県、岩手県、
ということでございます。パチパチパチということで参りましょうか。まずはですね、あのいつものあのミスター50プラス50からちょっといつものねよろしくお願いします。では参りましょう、どうぞ。いいな、私はこれいつも好きなんですよ。もうとにかく大谷さんのね55のゴルフ、ほらドア開けて、はいどうぞ50プラス50へようこそ。いいね、これがね好きなんでございますよ皆さん。はい、それでですね皆さん、ここをまとめるとですね、今現在では、ドジャーズは3勝2敗で、ヤンキーズは1勝1敗。まあドジャーズもこれだったんだけど負けましたから3勝2敗で戻って、でここはもう今日やりますから、これ決まった場合はもう決まってしまうんですけど、決まらない場合はこれもやっぱりね、あの向こうの方にまたあのニューヨークヤンキーズの方に行くわけですよね。今はガーディアンズのところにいますからまあ昨日もね結構いい試合だったんで、8回のあれでまた同点して、それからね向こうのねあのそのクローザーを持ってきたんだけどな、クローザーは効かないんだね今最近はね、全然効かないっていうことは、彼はずっとすごいいいピッチしてたんですけど、ポストシーズンになるとすごいいいピッチしても打たれちゃうということなんですよね。だからうちのジャック・フラーティもねいいピッチ しようとしたんだけど、うまくこの紙がうまくいかなかったということで、まあ人によればねもう早めに諦めるということも良かったかもしれないけど、まあ無理して今日決めるのかどうかということで、逆に、ロバート監督が諦めちゃったのが良くないんですけどね、若手の彼が2ランあの3ランホームラン、1ホームラン、2つホームラン打ってパヘースがね、だからまあかわいそうだったけど、まあそういう感じでございました。明日とりあえず今日はニューヨークヤンキーズ決まるかどうか、それから明日はドジャーズがですね、どうするか、これがねマネアヤがねなかなかいいピッチャーで、これをどうするか、ブルペンで行くのか、ね、それともブルペンしかないかな。だって、ま、山本由伸はね日にちがまだ1日2日必要ですよね。でそうするとやっぱりあの最後にあのそのやっぱり持ってくるんだろうね、もし何かあった時に。だその前にあのあれですね、あのやっぱりあのビューラー、ウォーカービューラーが来るんだろうね、多分そうだと思いますけどね。まあ、だとにかく今日がどうなるかということ、明日がどうなるかということによって、まあ、前に進むと思いますけどね。まあ、ということでございます。ここでいきましょうか。はい、では参ります。今日はねゲームがないので話題だけになりますけど、あの話題の方に直接行きましょう。もうね、まあねこれまあね左ですからね、この人左ですから、こっちまだ決まってないんですよ、 to be determined だから。日本は21日ですね。でこのマナヤがですね、あの左利きだから大谷さんもなかなかね予想つけなかったけど、これをちょっとね勉強しなきゃいけないですよね。だから彼を攻略しない限りね、ちょっとやばいかなと。で大谷さんは今現在では263、この打率グッドですね、こう全部こちらに来てます。だから、まあ、新しくなったらまたこっちに変えてあれしますので、いきましょう。はい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 、打席は今日ありません、今日はないので、ではあのでは話題でございます。トピックス、まずこのトピックスから始めましょう。大谷さんもねちょっと難しい顔してますけど、三塁からねちょっとミスしてしまいましたというのが話題でございます。どうぞ。勝敗左右した大谷の走塁ミスにロバーツ監督嘆き、言い訳できない、翔平は走らないと、リーグ優勝決定シリーズ0対リーグドジャースの大谷翔平投手は18日、日本時間19日、敵地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ7回戦制第5戦に1番 DH で4打数2安打に三振だった。6-12で敗れ3勝2敗に。4年ぶりのワールドシリーズ進出決定はお預けとなった。初回の先制機で生還できなかった大谷の走塁についてデーブ・ロバーツ監督が言及した。大谷は初回先頭メッツの先発左腕ピーターソンから右前田を放ち、無視に三塁の好機を演出した。しかし3番手オスカー・ヘルナンデスが言うごろ、
まったままだった。米専門メディアドジャーブルー公式 YouTube チャンネルは試合後のロバーツ監督の会見動画を公開、先制のチャンスが初回にあったようだがと振られ、こう返した。あったね。打球が内野中央に飛んだあの状況なら翔平は走らないといけない。でも止まってしまった。言い訳はできない。1対0とする代わりに相手はあの状況を切り抜けて流れをつかんだようなところはあった。1回裏に先発フラハティが先制三難を浴び、1対3の3回にも5失点。敗因は多くあるが、結果的に勢いを作れず勝敗を左右したと指摘する米メディアも。先制パンチを逃し、指揮官も嘆いていた。ということでございますね。指揮官ね、監督、マネージャーとも言いますしね、いろんな名前が言うんですけど。はい、続きまして、ヤンキーズですね。まあ、いい時にまたヤンキースが9回勝ち越して大熱戦制し、15年ぶりのワールドシリーズ進出に王手。ヤンキースが18日、日本時間19日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、9回に2点を挙げて突き放して、8対6で逃げ切り、対戦成績を3勝1敗として、2009年以来のワールドシリーズ進出に王手をかけた。6回にスタントンが左中間スタンドにジャッジと並ぶヤンキース歴代4位タイの通算15本目となる3ランで、ヤンキースが6対2としてから試合が一気に動いた。前夜サヨナラ勝ちしたガーディアンズは負けてはいない。7回1死1、3塁からラミレス、Jネーラーの連続2塁打で3点を奪い、再び1点差。8回には西三塁でフライの打球は一塁線に転がるゴロ。投手のライターが素手で掴んで、一塁リゾへの送球が近すぎて掴めず、記録は安打。三塁走者が帰って同点となった。しかし、9回ヤンキースは抑えのクラセから連続安打で掴んだチャンスに、バードゥーゴの言うゴロの間に三塁走者生還。その打球を弾いたことでなおも1死1、3塁でトーレスが仲間へタイムリーを放って2点を勝ち越した。試合はヤンキースが初回に外の先制にランが飛び出し、2回にウェルズの PS1 号ソロ。一方、ガーディアンズは初回にラミレスの犠飛で1点を返し、3回にJネーラーの左前敵地打で1点差に詰め寄っていた。ということでございました。本当にね、見てましたけれどね、もうこれはね、同点してよっしゃ頑張れると思ったら、またすぐ裏でやられたからね、それは悲しかった。はい、お谷さんも怒っております。どうしてくれるのじゃということで、はい、行きましょう。はい、ワールドシリーズ進出決定は21日以降に持ち越し、ドジャースを大谷翔平は4打数2安打と好調なバッティングキープも大敗。ワールドシリーズ進出に王手をかけているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手、30、リーグ優勝決定シリーズ第5戦に1番指名打者で先発しました。3試合連続ホームランの期待のかかる大谷選手は第1打席、セカンドの横をしぶとく抜けるヒットで出塁しますが、この回ドジャースはチャンスを生かせず無得点に終わりました。その裏、3点を失ったドジャースは2回、ランナー三塁一塁と絶好のチャンスで大谷選手に打席が回りました。大谷選手も大きな声で三塁ランナーを呼び込み、相手のワイルドピッチで1点を返しました。その後、第3打席にもヒットを放ち、大谷選手は2安打と好調なバッティングをキープしましたが、ドジャースは大敗。ワールドシリーズ進出は日本時間21日の第6戦以降に持ち越しとなりました。はい、ということでございます。持ち越し、この言葉いいですね。持ち越し、それからその崖っぷち、ね、崖っぷちに追いやられてる、よく頑張ってますよね。はい、これがまた日本ですごいあれになってますね。アメリカのそのMLBでね、この話題が取り上げております。はい、どうぞ。日本における予約市長、今年のポストシーズンでは
多くのスター選手がプレーオフデビューを果たし、日本では大谷翔平や山本由伸などの国民的選手が活躍する姿を毎日テレビで見ることができています。日本のスターたちがポストシーズンの中心舞台に立ち、全世界が注目している。5試合目の NLDS でドジャースとパドレスがポストシーズンの生き残りをかけて戦った先週、5万3000人のファンが必勝の試合に向けて改札を通り抜けました。5000マイル離れた場所で、日本のファンにとってはまだ朝が始まったばかりの時、さらに何百万人もの人々が目を覚まし、テレビをつけて視聴を始めます。ただのライバル対決ではなかった。これはメジャーリーグで2000人の打者を三振させた唯一の日本人投手であるダルビッシュ有が、驚異的な才能を持つ3度の沢村賞受賞右腕山本由伸と対戦する試合でした。1年前、2人はワールドベースボールクラシックで侍ジャパンのチームメイトであり、ダルビッシュは山本のメンターの役割を果たしていた。そして今 MLB ポストシーズン史上初めて2人の日本出身投手が対戦しています。大谷翔平がドジャースのリードオフを務めていることも悪くない。これによりポストシーズンの試合で一度に3人の日本人選手が先発出場するのは初めてのこととなった。さらに複雑なことに、ダルビッシュは大谷が成長する過程でのヒーローだった。これはおそらく日本のファンにとってこれまでで最もエキサイティングな MLB ポストシーズンだと思いますと、日本の人気スポーツ雑誌ナンバーのライターである田中仰氏は MLB.com にメールで語った。野球に興味がなかった人たちさえも今では注目しています。ほとんどの日本人にとって全日本人対決を見るのは本当にクールだったと思いますと、英語で日本の野球を紹介する X、Twitter アカウントおよび YouTube チャンネル、野球コスモポリタンで知られる唐沢優里氏が語った。レギュラーシーズンでも山本対翔太今永の試合は同じ雰囲気だった。説明するのは難しいですが、アメリカのスポーツで最も近いものといえば、ウィリアムズ姉妹がテニスで対戦した時のようなものかもしれません。友好的なライバル関係。日本での試合の時間が奇妙だったにもかかわらず、土曜日の午前9時8分に始まったこの試合は日本でほぼ 20% の視聴率を獲得し、約1300万人が視聴しました。驚くべき数と田中は書いた。バーや居酒屋は閉まっていて、人々が集まって観戦することはできなかったかもしれませんが、それでもなおこれは日本のほとんどのファンにとって最優先事項でした。電車に乗っている時やカフェにいる時でも、大谷が打ったとかドジャースが勝つかなという会話がどこからか聞こえてくると、 NLCS がドジャースタジアムに戻った場合に備えてロサンゼルスに滞在している田中は言った。試合が終わった後にテレビ番組やバラエティ番組を通じて人々が何が起こっているのかを知るのが主な方法の一つだと思いますと唐沢は付け加えた。彼らはいつもスポーツ番組を放送していて、月に一度くらい大谷選手に焦点を当てた番組もあります。先日彼が50プラス50に達した直後に作られたものを見ましたが、基本的に彼のシーズン全体を振り返り、彼のチームメイトや他のチームについての解説を提供して MLB をよりよく理解できるようにしていました。1964年に真氏村上がジャイアンツでデビューして以来、日本人選手がメジャーリーグに与えた影響について語らずにメジャーリーグの物語を語ることはできません。野茂英雄と彼のくるくる回るような投球フォームは90年代に野茂マニアを生み出しました。鈴木一郎は記録を塗り替え、シーズン最多安打記録を打ち立て、メジャーリーグで3000本安打を達成しました。これもまた日本人選手がポストシーズンで主役を務めたのは初めてではありません。松井秀喜は2009年のワールドシリーズでヤンキースのために .615 の打率、3本のホームラン、8打点を記録し、
ワールドシリーズ MVP 賞を受賞しました。4年後、レッドソックスのリリーバーである上原浩二は、打たれないスプリットフィンガーで ALCS の MVP 賞を受賞し、ワールドシリーズ制覇へと導いた。今年の違いは、どれだけ多くのスター選手が日本プロ野球からメジャーリーグに移籍し、それぞれの選手がチームのワールドシリーズ制覇の可能性にどれほど重要な役割を果たしているかという点です。山本は現在ドジャースのローテーションで最高の投手の一人であり、大谷の50プラス50キャンペーンはおそらく野球史上最も素晴らしい単独の攻撃シーズンです。怪我でほとんどのシーズンを欠場し、このシリーズでドジャースとの初戦でコマンドに苦しんだにもかかわらず、メッツの千賀滉大はエース級の投球を持っており、伝説的なゴーストフォークを含んでいます。確かに金曜日の夜に行われる必勝の NLCS 第5戦ではブルペンからの復活が期待されるかもしれません。大谷が議論の中心になることが多い一方で、唐沢は彼が野球を超えていると指摘し、今や国で最も有名な人物かもしれないと述べています、なるほど。東京やロサンゼルスのリトル東京の通りを歩いていると、大谷の顔がビルボードに載っていないことはほとんどありませんが、これはまだ始まりに過ぎないかもしれません。ファイアーボール佐々木朗希は長い間メジャーリーグに来たいという意向を示しており、先週の NPB プレーオフで日本ハムファイターズ相手に8回無失点の投球をした後、メジャーリーグチームからの関心はさらに高まったはずです。長年読売ジャイアンツのエースである菅野智之がコントフリーエージェントとしてアメリカに来る予定です。そうなんだ。35歳の彼は12年間のキャリアの中でおそらく最高のシーズンを終え、15勝3敗、防御率 1.67、 驚異的な111-16の計BB 比率を記録しました。すごいねこれ。佐々木麟太郎は NPB ドラフトで全体1位指名される可能性が高いにもかかわらず、スタンフォード大学で大学野球をプレーすることを選びました。そしてチームは三振癖に関する重大な懸念があるにもかかわらず、シーズン最多本塁打記録保持者の村上宗隆のライトタワー級のパワーにまだ魅了されています。彼らが MLB に移籍を目指していることに疑いの余地はありませんと田中は書いた。しかしこれまでのコメントから判断すると、こんなにエキサイティングなポストシーズンを見たら彼らはもっと早く MLB に行きたくなると思います。まあね、そうだよね。スピード、パワー、興奮、歓声、すべてが特別です。彼らは絶対にそこでプレーしたいと思うでしょう。野球界はますます大きくなっている。私たちファンはただ座って全てを楽しむことができる幸運な人たちです。まあということでございまして、いや、うまくまとめましたね。メリビがこれだけ日本のものきれいにねやってくれたので、ありがたいものでございます。まあこれさーって言って、あ、なるほどね、昔は日本に野茂がいて、村上、まあこういろんな人がいて、こうやってつながってますねっていう、どこの球団に行ったとかよりも、まあこういろいろ流れをね、うまく説明してましたね。はい、ということでございまして、最後になりましたけど、この方ね、あのブルワーズのアダマス、これ前からね、あの、欲しい欲しいって言ってたんで、これもちょっと情報が来ておりますから、ちょっと行きましょう。はい。ドジャースがブルワーズの実力派遊撃手アダメスをオンオフ獲得か、約300億円以上の値札がついていると米報道。米 MLB 専門メディア MLB デッドラインニュースは公式 X、 旧 Twitter でドジャースが今オフシーズンにフリーエージェント FA となるビリー・アダメス、ミルウォーキー・ブルワーズの移籍先の最有力候補として挙がっていると報じた。ド軍が今オフ獲得する可能性があると報じられたブルワーズの遊撃手アダメスは現在29歳、今季161試合に出場し、打率は.251、610打数153安打、32本塁打、112打点、オプス794だった。さらにその気になる契約金について、米紙ニューヨークポストの敏腕記者、
ジョン・ヘイマン氏は、アダメスは現在 FA で2億ドル以上、約300億円の値札がついていると予想していることを伝えている。昨季のオフシーズンは、ドジャースがスポーツ界最高額とも言われる10年7億ドル、約1015億円で大谷翔平と契約を交わすなど、大型補強で話題になった。そんなド軍のコンオフの動きにも注目だ。そうですね。やっぱりどうなるのか楽しみでございますね。はい、ということでございまして、今日も皆様からのメッセージがいただいております。今日はね、コメントが2ついただいておりますので、まずは、おー、竹ちゃん、いやいや竹ちゃんが久しぶりでございます。ありがとうございました。じゃあ竹ちゃんからのメッセージまずいきましょう。はい、どうぞ。竹ちゃん、コメントありがとうございます。今日の試合は納得できないです。最初から負けに行っているように見えました。ああ、なるほどね。先発が調子悪いのは素人目にも明らか。打たれても変えないし、交代したピッチャーも敗戦投手の内容。序盤に取られてもまだまだ逆転できたのに。こんな試合をしてたらメッツに連敗してワールドシリーズ出れなくなるよ。マジで利権が関わってるのかもしれないが、後で第5戦がターニングポイントにならなければ良いのですが。いやいやいや、おっしゃる通りでございますよ、竹ちゃん。いや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 、私もね、ここで避けてましたよ。なんで早くね、その諦めたのか、もうちょっと違う方ないのかってね、言ってたんですけど、我々はね、そうやって、もう私もそうなんですけど、まあ見てる方が、実際どうしてんのか、まあ、スタイル感もそうなんだけど、僕から見たら、まあ、なんかもう落ち着いてるんだよね。だからその辺がね、まあ何とも言えないんですけど、ただ言えることは、エンジェルスみたいに負け続けることは今までなくて、それがね、明日あたりにね、こう勝ってしまえばまあおしまいなんですけど、そうじゃないば、まあピッチャーがね、またね、すごいピッチャーだからね、あの例のあのマネアね、これはちょっと悲しいですけど、まあ、あの、もうとにかく見守りしかないということで、でも意見は、あの、素晴らしい意見でありがとうございました。竹ちゃん、まあ、たまには、まあ、顔出してくださいな。ありがとうございます。続きまして、この方。通りすがりの万志王様。はい、通りすがりの万志王さん、いきましょう。通りすがりの万志王さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。取れました。たまには。ドルフィンさん、はい、こんにちは。こんにちは。タケちゃんさんも書いてましたが、はい、フラーティの調子が悪いと投げる前から分かっていたなら無理に、投げさせずに今日をブルペン投手の日としても良かったと感じました。おお、なるほど、ね。フラーティは第1戦で7回を無失点投球したくらいのスペックはあるはずなので、うん、調子さえ普通であれば最低でも6回に失点くらいの投球はできるはずです、それを調子悪いのに無理に3回まで投げさせて8失点させるなんて、ロバーツ監督の采配がお粗末すぎてがっかりですよ。確かに3回に2連続四球でランナー出した時点で投手を変えるべきでした。むしろ2回終了時点で変えても良いくらいですね。WBC の時の栗山監督だったら絶対変えてましたね。あの時点で変えていれば、仮に7戦目があるとしてワンポイントで投げさせることもできたし、今日みたいに使い捨てするように75球も投げさせたらワールドシリーズに行かない限り終わりですからね。確かに山本投手も一緒ですが、それと今日みたいな捨て試合の系統をすると、相手にも味方にも監督の采配の意図が伝わるため士気が落ちます。メッツは第6戦で大谷選手をシャットアウトしたマナイアが先発するでしょう。そう、マナイアね。また前回のような展開ならば第6戦もメッツに敗戦する可能性が高いです、その場合第7戦勝負になりますが、死の淵から連勝で第7戦を迎えるメッツと、絶対有利の状況から連敗で追い詰められた先発投手がビューラーしかいないドジャース、どちらが有利に試合進められると考えますか？勝負ごとには流れがあるので、実力差があっても勢いで勝てることもあるんです。確かに勝負の流れは大谷選手でも変えることができない。確かに、はい、そうです。それを今回
のプレーオフで体現してきたミラクルメッツをなめると負けます。今回ワールドシリーズにドジャースが進出できなかった場合の原因は今日の試合の采配になるでしょう。間違いない。最後に負けている時は投手陣が踏ん張って無失点で抑え続けるから打撃陣が奮起して逆転したりするわけで、いくら安打打って得点しても投手陣が踏ん張れずに失点続けていたら打撃陣も奮起する気力がなくなります。確かに、はい、その辺のロバーツ監督の采配で諦めが良すぎて納得いかないんです。まあね、2人ともタケちゃんもね、もう遅いことおっしゃってましたし、取りすがりさんも同じですね。納得いかないね、本当に。まあ明日ですね、一応まあ見守ってみましょう。これはね、言いたいことはいっぱいあるんだけど、もう今までもずっと、もうね、私もね、もうロバーツ監督今年で終わりんじゃないかなと思ったらガーッと戻ってくるのね。だからまあ明日ですね、ちょっと様子見てですね、どうなるか。でも今まで見てるとなんかね、もう負け、パッと負けちゃったらね、これはちょっとやばいかなと、こう続けてやってくれるんだったらいいんだけど、そうじゃない場合はもうこれはやばいなということで、もうやめてっていうか、まあ捨ててしまうのが良くないということでございますので、今日はね、とにかくね、活を入れるためにも電車を今日飛ばしたい。3勝2敗でございますから、電車を飛ばせて、大谷さんの17号、もうね、この辺でね、ポストシーズンの中にこうワイルドカードをパスして、ディビジョンシリーズを勝って、今チャンピオンシリーズのもう勝つ手前にちょっと来ております。でこれを勝っていってくれるとワールドシリーズへ行けるんでございます。ここになんとかね、たどり着けてほしいな。このね、これをこっち側にして、この通路を、ま、曲げないようにしよう。通路を曲げちゃうとね、ああそうそうそう、この通路ガーン、完了、はいはい、完了、はい、これ終わってますけど、まあ、まだ成績は 3-2 でございますからね、3勝2敗。だからこのワールドところに行ってほしい。はい、行きましょう。ではお願いします。たまにはね、ゆっくり黙って聞こうかなと思ってね。それでは行きますよ。それではせーの、大谷翔平は絶対勝つ。はい、大谷翔平は絶対勝つ。よっしゃー、ということでございます。皆さんもぜひ応援をお願いいたします。頑張りましょう。はい。